そう、そこを右手で持って。誰あの子。あ、部長、ナナ先輩。あの子一体純の友達の経験者？いえ、さっき始めたばかりの初心者です。初めは5-9も登れなかったんですが、落ちるごとに教えていたら。でもあの子が今掴んでるホールド5-11だよ。はい、あんなやばそうな腕で中級者のルートを。別におかしくないわよ。大切なのはホールドに合った体の使い方。腕力はもちろん、握力なんて両手合わせて自分の体重程度あればいい。重要なのは精神性。ホールドを解く快感を覚えるかどうか。そうか、分かった。のっぺりカーブしている岩は指の第一関節に力を入れればいいんだ。小さい足場は指先しっかりとかける感じ。クライミングは一つの岩ごとに正しい体の動かし方があるんだ。ちゃんと解き方がある。それを探し当てるゲーム。そう、まさにこれは岩のパズル。あいつまたランジを。あんな角度で無理に決まって。届いた。